和歌山県民文化会館。今日多分和歌山の次に一番多く行ったの何だと思う？パンダ。違う、うんこ。いいっしょ。いや、そんなことないよ。私も行ってない。多分ありがとうございましただと思う。あ、それはそうだけどさ、パンダも行ったよ。パンダも行ったよね。まあ、なんかチンゲラも食べてる人いる。え、何食べてるんですか、ももこさん。今日はみんな玄米記念日でしょ。玄米記念日。ももこさんは、マジでなんでライブ後にさ、それ食べるのやばいんだけど。ライブ前、ライブ後に。チンチンに悪いことしてないじゃん。違うよね、違ったよ。でも今日はみかん色のシャワーかもしれない。どういうこと？和歌山だから、うん、確かにオレンジ食べそう。梅干し食べたかったな。買って帰ろう。うん、今度食べよう。飲むよ。明日は奈良。鹿に会いたい。奈良ってさ、鹿に会いたい。なんかセント君とかじゃなかった？セント君いるよ。あ、セント君、私の親戚。そう、確かにセントちゃん。セント君なるほどか。セント君、セント君って会えるのかな。セント君にも会えないんじゃない。セント君には会えない。そんな、そんな普通に見てないよ。セント君明日見に来るかもね。見に来るかもしれないよね。鹿、うん、はゲストで来れそう。鹿はね、3年ほどね、予約した。あ、本当に。え、なんか鹿の知り合いにいるの？奈良さんっていう名前だった。奈良で3名ゲスト。なるほどね。入れるみたいな。え、セント君の席は用意しといた？セント君、2席分必要って言ってた。今すぐ。結構でかいもんね。今すぐ用意します。うん、はい。はーい。誰が締めんの？誰が締めんだい？足休め。皆さん、ファンクラブに入ったらこんな可愛いステッカーがもらえますよ。みんながみかん、今日はみかん畑でなんかみんな戯れてる。明日は何でしょうね。うん、毎回違うので、よかったらファンクラブも入ってください。ピョンポン。じゃあバイバイします。そろそろ。うん、また明日。バイバイ。またね。じゃあねー。